こんにちは、みとこです、今回も前回に引き続いてレジン用品のご紹介になります。今回はこちらの方行ってみます。はい、たくさんあります。まずはこちらです。こちらはキューピン、ティーピン、あと何でしたっけ、あ、これが入ってます。名前が出てこない。ヒートンですね。とこれはマルカンです。でこちらがイヤリングパーツになりますね。今ネットで購入してます。この辺はこれもネットですね。この辺は100均セリアさんで買いました。キャンドゥか、いやセリアです。でこれがビーズですね。このチェコビーズはかじか廃盤になるということで手芸屋さんのおばちゃんが言ってました。この辺はスワロフスキーですね。でこの辺にもちょっとビーズが入ってます。次にこちらですね。入れ物はすべて100で購入してます。よいしょ。こんな感じでチャームですね。チャーム類入ってます。これがこの間ネットで買ったんですけど、なかなかうまい使い道が思い浮かばなくてまだ使っています。すごい大量にあります。あ、これもあったですね。これピアスパーツになります。はい、ほぼ大量にあるのはネットで買ってますね。はい、この辺もだいたいインターネットで通販で購入してますね。はい、葉っぱですね。でこちらが枠になります。三角、小さいハートと月と星ですね。しずく型、さまざまなサイズのものが入っています。こちらの枠の方は100均でも購入できますし、ネットでもお安く買えると思うので揃えると楽しいかと思います。次にこちらの奥の方行きますね。まずこれは封入パーツですね。星とか月とかいろいろ入ってます。入れ物も100均ですね。これはネットでなんか福袋的な感じでデコレーション素材と書いてあったので、ちょっとレジンをするには大きいかなと思うんですけど、よいしょ。はい、これはセリアさんに売っている、あとダイソーさんにもでも
厚いですね。いろいろあります。過ぎてしまったのでまた来年用です。これはセリアさんで買いました。この間ご紹介したクリスマスですね。で次がお花です。揃っていないものが入ってます。これはクリスマス用の封入パーツですね。次に、あ、これはダイソーさんのパステルになります。18色入っていて100円なのですごいお得です。削るときにあまり力を入れて削ると粉は残ってしまうので要注意ですね。これはカードあります。でこれもですね、レジンに色をつけるときに使うんですけど、ダイソーさんで1袋100円で買いました。液体の染料に比べるとやっぱ粉っぽさが残るんですけど、100円でこれだけ使えるので良いのではないかと思います。でこれが、まあ、おまけでもらったプログラムシートですね。これがピカイエスのエフェクトフレーク C、 なんかメタリックな感じに仕上げてくれます。中に混ぜるというより上に塗るという形になってますね。でレジン液ですね。私は何社か使ったんですけど、これが一番使いやすいかなっていう感じですね。気泡もできにくいし、すごいカチカチになります。これはプラスインですね。次に顔料ですね。これはセリアさんで売ってる100円のカラーレジンですね。すごく使えます。こんなに、ね、いいのが100円で買えるのでお得だと思います。あとビトラー油、1色が結構高いんですけど、粉の染料とかパステルとかに比べると粉っぽさがなくて、すごくレジンとの馴染みも良くて使いやすいです。はい、あと染料はもう1種類持っていまして、もうご紹介するの忘れました。太陽の、じゃあ宝石の雫です。12色セットで4600円で楽天さんで買いました。送料も無料だったのですごいお買い得な感じです。じゃあ第2弾はこの辺で、また第3弾近々ご紹介したいと思います。ご視聴ありがとうございました。